はい、こんにちは。チャッピーが寝てます。チャッピーさんです。こんな顔。びっくりした。こんな顔です。ミニチュアダックスのチャッピーさんです。というわけじゃないですが、今日は殿様キングスではなくて、ジプシーキングスのっていうグループですよね。の、インスピレーションっていうね、曲についてですが、曲を聴いてもらおうと思うんですが、見ていただければと思うんですが、僕時代劇はほとんどというかもう全然見ないので、大河ドラマすら見なくてね、見ないんですが、鬼平犯科帳っていうのがあったんですよね。多分ご覧になった方やると思いますが、その時のそのエンディングで使われてたというそのジプシーキングスっていうグループのインスピレーションっていうね、まあ有名な曲なんかなとは僕はまあ初めて自分がこの動画を撮るにあたって初めて知ったんですが、ジプシーキングスっていうのはフランスのそのバンドで。なんかね、フラメンコを主体として、それにポピュラー音楽とかロックとかね、そういうのを入れ込んだというか、クロスオーバーみたいなね、そういうバンドだそうです。で、なんか親子とか親戚とかね、そういう人らで構成して、はるバンドということです。うん。で、このインスピレーションっていう曲は、ちょっと僕原曲を聞いたことないので言うの無責任なんですけど、すごいねなんかいい感じの曲なんですが、これをなんでオカリナでやろうかと思ったかというと、まあなんかいい楽譜が面白いのないかなと思って探してた時に、まあオカリナの楽譜っていうのはやっぱりちょっとだいぶねジャンル絞られちゃってるんで。僕はフルートやってたっていうこともあるから、フルートのね、曲集みたいなのをちょっと楽譜探してみて、で、その中にこのインスピレーションが入った、ちょっとタイトル忘れましたが、フルートのための楽譜、で、カラオケというか、カラーピアノというかね、の CD がついてるやつがあったので、まあ、それをちょっと順番に録画してて、やったうちの一曲です。で、なんていうかな、本当の生の人間が弾いてるピアノに合わせるのは、まあちょっとした呼吸のとかね、合わせやすいんだけどね、なんかもうメトロノームみたいなんですよ、やっぱりね。メトロノームやね。だからカラオケの打ち込みの音っていうのはね。だからもう一切待ってくれない。ね。なんかテンポの揺れも許されないみたいな感じでね、すごいやりにくいんですよ。それでまあ、そこそこ長いと言うてもまあ、4分ぐらいかな。なんで、そんな、失敗したとこを取り直してカットしてなんてことはできひんので、もう最初から、もう途中で間違ったら、もう終わる最後の音で間違ってももう一回最初からっていうね、大変ですわ、やっぱりね。で、フルートの楽譜なんで、まあ俗っぽい言い方すれば細かい音が多くてね、16分音符とかが多くて、まあそういう意味でもフルートなんかにとってある、フルートで吹いたら何のことない曲なんやろうと思うんだけど、やっぱりフルートは、まあ、メカニックがね、ある機械やから、すごい合理的に、指使いができるようになってますよね。ところがオカリナっていうのはまあ泣いてるだけやから、もう、そういう、合理的なところはないので、合理的っていうかメカニックなね、機械的なところがないので、もうほんま大変ですわ。ね。で、この演奏も、後で下の説明欄にね、リンク貼っときますんで、聞いていただければありがたいですけども、これも、もうね、今まで何百曲ってYouTube に上げてきましたが、どれぐらいあるかな？今数えてないけど、最低350もっとあるんじゃないかなと思うんですね。で、その中でもね、まあ、1位、2位を争うほど時間がかかった曲ですわ。まあ、初見でパッと見てできちゃう曲もたくさんある中で、もうこれはね、多分どれぐらいかな。まあ、1ヶ月ぐらいはかかったかな。ね、もうかなり苦戦した方です。で、聞いてみるとね、まだまだごまかしてるとこあります、やっぱり。でももう、これ以上オカリナでは無理、オカリナではというか自分では無理かなと思ったんで、もうアップしました。なんかね、すごいでも曲はね、気持ちのいい曲です。ね、リズミカルでね、淡々と進んでいく感じがね。確かになんかそのドラマとかのエンディングにはいい感じかなっていう感じ。ということで、ね、ジプシー・キングスの、インスピレーションっていう曲、カラオケというかね、カラピアノの CD をバックにですが、見ていただければありがたいです。こう説明欄にリンクを貼っておくので、見てください。で、なんかありきたりなことですが、チャンネル登録をぜひお願いします。ね、皆さんのお知り合いの方でオカリナとかね、まあそういうのに興味ある人がいたら、ぜひこの私のチャンネルを、紹介ね、してもらったらものすごく嬉しいです。ね、今後の活動のために。ということで、ではごゆっくり、ご覧ください。